ピザ屋今週オンラインステージ。また出るんですよね、この後。出てます。ね、この後です。そう、石原君はね、歌声も爽やかで。そうですね。ね、前回も活躍してくれました。今日も楽しみにしておいてください。これはじゃあちょっとギターの説明からお願いしてもよろしいでしょうか。はい。何から説明しましょう。セミホロになってます。はい。はい、で、この真ん中の部分はお弁当になってます。で、フロントがシングルで、リアがハムコ。ギブソンの、なんだろう、マローダーっていうギターをちょっと、まあ、アレンジした形になってまして、まあ、それに僕の好きなフロントのシングルとリアのハムを乗っけたような感じです。なるほど。じゃあ弾いてみます非常にマッチしてて、イメージしやすくていいなと思います。であとやっぱり、まあ、今日もね、どういうギター弾くっていうのは今日知ったんですけど、その普段お店でデモンストレーションやる時も当日まで何弾くか知らないんですよ、基本的には。で、まずこの体に当たるところっていうのはとりあえず全部触ってみるんですけど、フィット感もあるし、すごく弾きやすいギターやと思います。音もバッチリやと思います。ありがとうございます、感じですかね。さっき実は5本とも動画をちょっと撮らせてもらって、続きはウェブでみたいな感じでお願いできたらなと思いますな感じでした。ありがとうございます一応ガルク曲と1年生の本科生の3作目なんで、共通スペックとしては、まあ、ギブソンレスポールタイプというか、マホガニーのネックとマホガニーボディが、メープルトップのマホガニーバッグで、チューマチックブリッジとストップドテールピースの組み合わせを使うというのが基本になってます。はい僕から言えることはそれぐらいです形はもう完全にオリジナルで、初め PRS 文字ろうと思ったんですけど、はい、文字すぎてわけわかんなくなるほど。そうしてるうちに最後の楽しい携帯になるめちゃくちゃですね全てを避けるしゃあないですね。ちょっとじゃあ聞いてみます
写真撮りすぎて。ハイパワーなんかなと思いきや結構ローゲインであのパリッとした感じの音がするのはなんでですか？そういうピックアップなんですよ。なるほど。これだからあれっすよね、例えばチューニングちょっと下げたりしてるんじゃないですかね。なんか低いチューニングのギターとかってちょっと輪郭ぼやっとなるじゃないですか。なんかそういう時にこういう音のギターやってるという組み合わせになるんじゃないかなと思うのですが、作るときってどういうギター作ろうって決めるの難しかったりします？めっちゃ難しいですか。例えばなんか自分の好きなギタリストとかでもいいんで、まあ実在の人物でも架空の人物でもいいと思うんで、この人に弾かせるならこういうギターやろっていうイメージで作ってみても面白いかなと思うんですよ。そのいつもお店でデモンストレーションやるときとかって、まあ、それぞれのギターの売りのポイントっていうのを自分なりに探すようにするんですけど、でその中でどういう人に弾いてもらいたいかっていうのはすごい重要なポイントだと思うので、それをイメージするとちょっと迷いがなくなるんじゃないかななんて、すいません偉そうなこと言ってな感じで。あ、僕たちは10人目ってのポジションマークもちょっと、これはなんでなんですか？魚のように見えますね。これ なんでこれに？これは私釣りが好き。あ、釣りが好きなんですか。僕ところどころでバラされてるんですけど、実家寿司屋やったんですよ。なので非常にいいと思います。あの保育所行ってた時とかね、あのトレパンとかに守るって書いてあのこうお魚マークの刺繍母親がいつも入れてくれてたんで、もうそれだけでポイント高い。まあここからは研究家生の作品になるんで、もう物はバラバラです。なのでちょっとどんな風なね感じのものか、材とかも含めてコンセプトとかあればちょっと説明してください。アイバニーズのフィックスっていうモデルが最近出たんですけど、まあ基本的なスペックはそのギターをパクりつつも、友達がバンドやってるんでそれ用にちょっといろんな要望がありまして、まあ、ジャックの位置やったりとか、
ですかね、まあ、見た目であったりとかネックはすごい薄く作ってあったりとかですかねですかねですかね、ちなみになんでジャックはここやったんですかね、まあ、その人が言うにはここにやったら当たるっていうのがその人のあれらしくて、ももとかに当たるのかな、まあ、後ろそのピンエンドピン寄りの方がいいみたいなオーダーがあってでって感じです、でって感じです僕は特にこだわりはないいいっすよ、でも作ってる最中にね仕事が決まったんでちゃんと来れなくなって先生にやってもらいなるほど田中先生とのちょっと共作でやりますよ、頑張りましたよこれやっぱちょっとさすが研究家だと、うん、いやまあ基本的にちゃんと作れるんでねはい、ではお願いします、はい、まあ、ここで すげえはっきりしてていいと思います。うん、で、そうですね。エボニーですか？これエボニーです。綺麗ですね。うん、ルックスもすごいまとまってるし、うん、あの音の伸びとかもすごくいいし、うん、これあの難しいなと思うのはネックを薄く作るとどうしてもこうバランス的に幅広くちょっと感じちゃうじゃないですか。その辺どこまで攻めれるかっていうのが難しいと思うんですよね。それもなんかいろんなギター触ってさらにこうなんていうんですかね、イメージできるものを増やしていただけたらいいんじゃないかなと思いますが、これは非常にいいギターだと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあツーショット、社長、社長って言われてる、社長、社長って言われてる、愛されてるんですね。はい、はい、じゃあお願いしますね。スペックをね、軽く説明してもらってね、これはトップ材にルビンガを使ってて、そのルビンガの中でも結構複雑に木の入った、うん、なんていうんでしょう、複雑に木の入ったルビンガなんで。まあ、いいや。を使ってて、でバック線にはスワンプアッシュ、まあ、アッシュの中でも張りやすいです。で、ネックにバーヘロ、ネックとシマか、ネックとシマにバーヘロを使っているので、全体的に剛性を上げて、なるほど、ギターですかね。社長感がすごい。パワーメソとか、昔、トム・アンダーソンとか結構使ったりとかね、してた材かな。ブリンガーはワービックが有名かな。ただもうブリンガーの加工はやりたくないです。難しいですか。硬いんですよ、純粋に。これさっき激しく弾きました。激しく弾きました。一弦めっちゃチューニング落ちてますよ。で、まあ、ピックアップは EMG の 89と89R を乗せてて、これが中に EMG の85と SA が両方入ってるピックアップがあるハハ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 
スタムリム、マスタートーンで、これが EMG のアクセサリーの優先スピードで、まあ、トレブルブーストはできないやつなので、こっちに開けるごとにトレブルブーストしてベースをカットしていく。なるほど。社長、これ買いますわ。こういった買いますわ。はい、ありがとうございます。すごいですね。じゃあちょっと行かせていただきます。お願いします。できるなっていうのと、うん、あと何でしょう、まあ、僕ね普段インストでこうメロディーを弾くことが多いんですけど、その豊かになってる成分がそのメロディー弾きにぴったりというか、フィードバックしてくる感じとかもすごい気持ちいいなと思います。社長ありがとうございます。はい、お楽しみです。でウィング材がアルダーっていう、まあ割と材はシンプルになってますね。ブルーネックでウィング材があるだっていうと、本家の2作目と同じような感じ、ね、でも普通のギブソンのギターみたいな、そうですね、セットネックっぽい形にデザインにしてある。で、シバンガエボニーですね。基本的にその他のパーツは普通に学校で支給しているそうですね、全部支給のものなんですね。うん、で、絨毯が貼ってあるというね。はい、芝生パンチカーペットというじゃないですか。はい、じゃあ、ご先生お願いいたします。はい、普通にワンピックアップでワンボリューム、ワントーンということですね。そうですね、はい。
制作者がいないんですよね。作者いないですよね。どうしましょう。甘口で言いましょうか、辛口で言いましょうか。辛口。ちなみにそれ作ったあの茅野君というのは動物は本当にすごく好きで、実際に蛇も2匹かな飼っててっていう人ですね。なるほど、うん、生音でこうやって鳴らした時に実は今日弾かせてもらった中で一番製品っぽいなという感じがしました。キーがすごい鳴ってるなっていう感じがするのと、あと多分いろんなギターを研究してこだわって作ってるなというのがあの端々に感じられます。例えばこのねペグがここ落とし込まれてたりとか、あの細かいところこだわって作ってますね。でそう、もし制作者の人がいたらなんでこれはフラットトップなんかっていうのを聞きたかったんですよね。まあまあ答えは返ってもらえますね。そう、あの普段僕そのスナッパーとかヴィンテージプラスとかいわゆるストラットタイプじゃないですか。であのストラットタイプが使ってる人でプレイアビリティ的に気になるところっていうと、あのボディートップから弦までの距離なんですよ。でこれフラットトップやとかなり距離が空いてしまうので、そうここはなんでこれにしたのかなというのがあるのと、あと、まあ、ルックスはね確かに目を引くんですけど、他の部分はすごく引きやすいので、例えば蛇がもっとここ立体的になっててここは弦と近くなってるとかいう細工があると、あのルックスとプレイアビリティ両方兼ね備えたみたいな感じになるかなと思うんですよね。そう、あとこの芝生ですか、これはどうなんやろうと思ったんですけど、あの思いのほか弾きやすいです。これは結構気持ちいいです。剥げないですかね。でもねこうやって弾いてたら、まあ、剥げるでしょうね。なんか黒くなったりしそうですね。そう、だからずっと使ってたらどういう感じになるのかなっていうのはあの、まあ、楽しみになるところじゃないかなと思うんですが、でももうこういう大事な日に休んじゃうっていうのはもう0点です。0点落ちた。ね、そうです。まあそれもね仕事のうちという感じで。あの蛇の鱗を踏めてやってください。蛇の鱗ね。ミカンのネットでやってた。おお、なるほど。いやだっていや興味なかったんやけどそんなヘビ触ったことないしな。そうそういいですね。でもそういうこだわりも感じられます、そのヘビ以外のところにも。はい、ありがとうございます。じゃあ